リトマか、なんかめっちゃ久しぶりな気がする、リトマと戦うの。まあ、そりゃそうだよな、だって今のこんなさ、インキャラ環境でさ、リトルマックなんて使ったらみんなそれは嫌になってやめてくわな、絶対。まあ、絶対 SB にされんじゃん、インキャラたちに。まあ、俺は陽キャだけど SB にするけどね。まあ、でもさ、このキンクルとかいうゴミキャラでさ、唯一っていうか数少ない SB にできるキャラだから、まあ、それくらいちょっと許してほしいよね。言うてね、これ大丈夫だから、これ外出したらね、もうワンタッチで沈められるから。はい、もうここで、まあ、次外出た時沈める。あ、ここ、あ、ここじゃない。それ下境からなんかその上火ってつながんの？でこいつなんかちょっと強い、やばい、 SB 引いたで、待って、なんか強いんだけど、あ、待って、やばい、あ、ワンキルされた。はぁ、最強ワンキルキャラじゃん。チーズインゴリラ、なんかこいつ戦ったことある気がする、気のせいかな。いやでも名前見覚えあんだよ。あ、待って、やばい、これえ、前だけ危なっ。え、今下投げされてたらなんか相方のあの女にさ即死決められてたよね。やばい、めっちゃ稼がれたんだけど。ええ、てめえじゃねえんだよ、もう邪魔、マジで。もう分身つかまされた、もうさ、この相方掴むの、やばい、待って、なんか怖い。え、これいかれる、え、俺終わった、これ死んだ、あ、死んでない、生きた。はっ、あいつ救出しに行きやがった。どんだけお前一人じゃ何もできねえんだよ、一人で戦い。でもこれ負けが確定じゃん。え、こいつ絶対戦闘力高えだろ。あ、ごめん、でもちょ、なんもできない。ね、絶対こいつ戦闘力高い、こっから勝つには考えろ、いや絶対に勝つ手はある、絶対に勝つ方法はあるはずだ。あ、見えた、とりあえずこのストックを落として、で次のストック即死コンボでストックを並んで、あ、ちょっと待って、お前じゃないんだって、もうさ、ちょっともう邪魔、待って、この金魚の糞邪魔。ゼロスイートサムス小戦場か、絶対長くなるやん。そもそもゼロスイートサムスってだけでまず長くなるの確定してんのにさ、長い試合好きやないんだよね、ほんまに。ガンガンしょってんな、なんかさ、あのメテオさ、メテオ力高くない？そんな高くなくていいよね。てかさ、なんか今日強いやつ多いんだけど、今日なんか戦闘力高くて強いやつさいっぱいいるんだけど、なんか全然最初に、負けが確定、あ、もうやだ、こいつも即死で決めようとしてる。なんだかんだ危ないから、なんだかんだ全部即死キャラになるじゃん、みんな即死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 。しかもさ、今日なんかさ、戦闘力高いやつ多いんだけどさ、みんな再生してくれないんだけど。まあでもその分他に高いやついるからね、戦闘力上げやすいっちゃ上げやすいんだけど。あ、もう今日無理だ、もう今日なんかダメだ俺、チーズインゴリラまた来た、こいつ戦闘力高いぞ、ちょっと絶対勝つ、やめてやめて、え、はぁ、崖やばい、え、何それもう、ちょ、俺も即死で返すわ。
やばい。え、これ死ぬ。え、もうね、このさ、怖いからやだ、この。あ、終わったじゃん、これ。あ、なんか生きてるけど。え、死んだんだけど。え、なんか怖い。え、なんかこのカラーでさ、その一文字のルイージ怖いんだけど。いや、でも大丈夫。今日なんか強いやつ多いから疑心暗鬼になっちゃう。大丈夫だろ。あ、待って、そのルートまずいんじゃないのこれ。もうさ、いいって、もうルイージの即死いって。本当にもうだいぶやったから、ルイージの即死。もうマジでここ最近本当にルイージの即死もう見飽きたから、いっぱい見たからいいよ。あ、もうみんなも飽きてるから。もう本当に今うちのチャンネルで、うちのチャンネルのルイージの即死コンボ、ゴミヤの即死コンボ並みにみんな見飽きてるから、やめて。もうもう、でもこれも負け角。なんか今日強いやつ多いんだけども、俺もうダメかも。手ばきそう。危な、これ絶対今さ暴発狙ったよね。いや、でもマジでキンクルもね、ルイージやカズヤを超えるワンキル即時キャラだから、これ知らない。え、もう今日ダメだ。あ、ご飯さんね、はい、お願いしますということで。いや、もうなんかさ、今日マジで戦闘力高いやつ多いんだけど、本当に。なんで、なんか今日なんかある。まあ、いっぱい負けるけどさ、でもこういう日ってさ、いっぱい負けるけど、その分さ、戦闘力高いやつにも勝てるから、まあ、上げやすいんだよな、戦闘力は。でもなんか今日俺イップスになってるかも。ご飯でも食いに来るか、食いに行ってくるか、ご飯。なんかご飯って名前のやつ来たし。あ、勝ち確定。あ、そういえばご飯といえばね、俺あの昨日彼女がさ家に来てさ、あの晩ご飯作ってくれたの、手こねハンバーグをね、彼女が手でこねて、ハンバーグ、チーズインハンバーグね、しかも。で、そのハンバーグがめちゃくちゃうまくて、俺がその彼女がね作ってくれたハンバーグをめちゃくちゃ美味しそうに食ってるところを、あのあいつが動画に撮りやがって。で、でもなんかその俺が食ってるあのところがね、結構イケメンで可愛かったから、俺が。だからその動画をね、セ X とインスタグラムにフォローしてくれてるとき限定で、俺が彼女の手作り手ごねチーズインハンバーグをね食べてる動画をアップしたところ、その投稿がめちゃくちゃバズって、98万いいね、75万リプコメントくらい来てて、リプターコメント内容もエクサシーさんのかっこいいとかで。はい、ということで今回こんな動画ですかね。いや、なんか今日の VIP おかしかった。なんかみんな戦闘力高いし、みんな強かった。しかもみんな再戦してくんないの。結構ね、再戦したやついたんだけどな、リトルマックとか、なんかあのアイスクライマーのチーズインハンバーグのやつみたいな名前のやつとか。いや、まあまあまあ、でもね、他に戦闘力高いやついっぱいいたんで、まあそんなにね、戦闘力下げずに済みました。ということでね、これからも頑張っていきますので、まだチャンネル登録と高評価しない方はチャンネル登録と高評価お願いします。あとコメントと概要欄から、セ X とインスタグラムの方に来ますんで、それではお願いします。ということで、次の動画でご視聴ありがとうございました。はぁ、あ。